いただきます。吉永文の大人気漫画を西島秀俊、内野聖陽のダブル主演でドラマ化した昨日何食べた。これは男性二人暮らしのほろ苦くも温かい毎日と日々の食卓を描いた物語です。町の小さな法律事務所で働く弁護士のシロさん。お疲れ様でした。失礼します。シロさんの日課は定時に事務所を出て近所の安売りスーパーへ向かうこと。株一束100円、やっぱり野菜は中村屋が間違いないな。帰宅後は手際よく夕食作りに取り掛かります。こんな充実感を1日に1回必ず味わえるなんて、夕飯作りってのは偉大だ。美味しいご飯が出来上がる頃、帰ってくるのは、ただいま。美容師でシロさんの恋人のケンジ。シロさんに浮気されちゃったら俺、お前のその乙女脳には本当感心するよ。だって二人にとって食卓で美味しいご飯を食べながら過ごす時間は、日々の出来事や思いを語り合う大切なひとときなのです。今月の食費予算の2万5000円より8000円近く浮いた。やったー。じゃあその8000円でどっかに美味しいもの食べに行こう。何言ってんだよ、貯金だよ貯金。はい、どうも。いらっしゃい。もう一組のカップル、小日向さんとジルベールこと渡る。どうしよう。ベリー系だよね。なんで大ちゃんが決めるの。あ、ごめんごめん。じゃあ両方渡るくんが使えばいいよ。大ちゃん最近何でも譲りゃいいと思ってない？めんどくさいと思ってない？そんなことないよ。多分同じことを考えてるな。あら安いわ。でもこんなに大きいのはいらないのよね。半分いいですね。シロさんの料理仲間で良き相談相手のかよこさん。素直じゃないな。あなた職場の方たちにきちんとカミングアウトしてるんでしょうね。息子を思う気持ちがつい空回りしてしまうシロさんの両親。お前はそんな生半可な気持ちで同性愛をやってるのか。個性豊かな登場人物たちが物語を彩ります。ありえない。シロさんちょっと落ち着いて。最高です。いつか二人で旅行とかにも行きたくない？温泉地とかさ。温泉って泊まるの旅館だろ。旅館に中年男二人でってなあ。シロさんと俺は考え方が違う。なんで客にまで言うんだよ。俺はお前と違って知らない人間に俺がゲイだって分かられるのも嫌なんだよ。うちの店の店長はお客さんに自分の奥さんや子供の話をするよ。なんで俺だけ自分と一緒に住んでる人の話を誰にもしちゃいけないの。いいもん作ってやる。ちょっと待ってろ。二人でこんなご飯が食べられるなんて本当幸せ。今度のお正月、矢吹健二さんをうちに連れてらっしゃい。親に恋人まで紹介しちゃうのはどうかと思うよ。下手したら余計ゲイなんて気持ち悪いって実感持たれるよ。ずっと考えてたんだよね。きっと両親は俺がゲイだって分かった時、かわいそうな子だって思ったろって。だからさ、今俺が両親が思っているよりも不幸じゃないんだってこと分かってほしくて。明けましておめでとうございます。あ、はい、明けましておめでとうございます。夢みたい。恋人の実家に遊びに行って親御さんとご飯食べる日が来るなんて、俺にはそんな日が来るなんて永久にないって思ってたもん。長生きしような俺たち。ずっと抱えていた悩みを乗り越え、穏やかな日常を取り戻した二人。そしてシロさんとこうしてずっと二人、すごく幸せ。あなたはあなたの家族を一番大事にしてね。あいつの好きなもんでも作ってやるか。劇場版昨日何食べた。